今日はホームで YSCC 横浜と試合です。最近集合時間ギリギリに来ちゃうので早めに来ました。この時間はまだまだリラックスしてて寝たり動画見たりって感じですね。鳥取市に到着。これからみんなで散歩してその後に軽食食べます。食事少ない少ないって言われるんですけど、おにぎりはもう一つ食べました。ミーティングを終えてスタジアムに向かいます。スタジアム到着。アクシスバードスタジアム。ガイナーレに移籍する前から好きなスタジアムでした。サッカー専用スタジアムで芝生もいいし観客席もめちゃくちゃ近いです。試合行ってきます。試合を終えて1時間半かけて米子に帰ります。クラブハウス到着。試合に勝った後なので帰って少し YouTube ライブをしました。昨日の試合は2対0で勝ちました。いやーすごいシュート出しちゃったんだこれ。2点目をコーナーキックからボレーで決めたんですけど、見てない人には見てもらいたい。えぐかったっすね。あのコーナーにキッカーが蹴りに行くときに、まあ空いてるから出してって要求して、まあマコがいいボール蹴ってくれて、すごい気持ちいい感触で蹴れたんで、こうドライブかかってこうゴールの方向に入っていくのもすごい綺麗に見えて、いや気持ちかったっすね。ゴール以外のプレーは納得いってない部分もかなり実際あるんで、まあまたしっかり見直して次に準備したいと思います。リカバリー行ってきます。どのチームでも長く出場した選手は翌日にリカバリーって言ってジョギングしたりストレッチしたりします。簡単だよ。バーンって言ってもあれか、無理なんですよ。試合後あんまり寝れなかったのと目が覚めちゃってドイツ対日本を見たんで少し昼寝、昼寝から起きてコーヒー入れました。今回のコーヒーはチームメイトの西尾選手のお父さんお母さんのおすすめでいただきました。ありがとうございます。ケニアですね。何度か飲んだんですけどめちゃくちゃ美味しかったです。ここのコーヒーゾーンそろそろ整理しないとですね。このコーヒーを持ってお出かけです。また次節に向けて体のメンテナンスをしに行ってきます。しっかり切り替えてまたいい準備します。